はいみなさん、こんにちは、もろとふです。カードサバイバルトロピカルアイランド続きをね、やっていきましょうか。現在ね、62日目ですね。18時だからもうね、寝る時間ですね。少しね、痛いんだよね。原因はね、前々回のアクシデントですね。こちら、イノシシにやられちゃったということで、27%、26%ね、回復してるから、このままね、ちょっと頑張りたいところですね。あとは暑い。 そうなんです。寒気なんだよな。これね、あまり暑いとね、喉の渇きもね、激しくなってしまうということですね。さあ、貴重なね、コメントがありまして、アレンピックなんですけど、この拾うというので、取れるんですよ。これね、大事ね。ありがとうございます。これ取れたら明日さ、朝一でさ、この入り江に行ってね、設置してきましょうか。 これでね、水が取れるよという感じかな。で、イノシシですけど、早めに室内に入れたいんだよな。これ入る入んないんだよな。大きすぎますということですね。食料なんですけど、比較的たくさんあって、しかもね、トカゲもいて35%だから、朝一で解体した方が良さそうだっていうことで、早く寝ますか かまどでさ、トカゲ肉なんかこう蒸した方がいいんだよな。74%の燃料残ってますので、うんと、火起こしあるね。ここにありますね。羽毛もあるから、朝ね、やっちゃうか、寝てる間にやっちゃうかですね。別に朝やっちゃってもいいか。ね。ということで、今日は早めに寝る、もしくは外に出てさ、巻き取っておこうか。ね。 巻きはね、あればあるほどありがたいということかと思いますので、今一度ね、ここですね、斧を取ってジャングルに当てがうと30分ですね。よいしょと取れた。うん。この勢いでちょっとガンガン取っちゃう暑さ気になりますけど、真っ暗になるまで取りますかこれでもうね、取れないと思うんですよ。ね、よし。 これで燃料当分インではないのということで寝ておきましょう。喉も若干乾いてるけど寝ておく。うん。さあちなみに研究ね、今しているのは椅子ですね。13時間後か。まだまだということだ。それではこちらで、今回は睡眠ですね。きっちり寝ておきましょうか。何気にね、眠たかったという感じかな。 痛み、腰痛はないぞと。はい。肺の包帯がダメになりましたか。そうか、そうか。これは治りが遅くなってしまうから、いろいろやっておいた方がいいでしょう。うん。こちらかなこちらですね。これダメですね。72%まで行きましたけど、ちょっとね、細菌感染もありそうですので、やっておきましょう。えっ、ー、と、大葉ですよね。 これで、よいしょと、はい。バーじゃなかった。これか。で、灰を持ってくればいいのか。ね。今日もやることたくさんですよ。よいしょと、灰が多分たくさんある。3つしかないか。うん。これをとりあえずやっておいて、よいしょと15分ですね。そしたらこれサクッとやっておきましょう。あとで海水定期足す。海水で大丈夫なのかなダメかもしれないけどね。うん。さあ、飲み物ですけど、早めに飲んだ方が良さそうなので、これにしとくか。ね。 ちょっと水を溜めて、体洗うんじゃない危ない危ない危ない。もうちょっと溜めて、これで、ごキュッと飲んでおくか。もう一発決めておくか。こういう風にして100%にして、ごキュッと飲んでおきます。うん。これでいいかな。 ココナッツの殻はここでいいのか向こうに持ってっちゃった方がいいのかそれよりも大丈夫なのかトカゲの肉ちょっとさばいて方が良さそうだ。その前に食事してもいいかもしれないな。迷うな。食事しておこうか。何のお肉か多分トカゲ肉だよな。こっちは大丈夫。うん。カモメのね、肉も燻製にした方が良さそうだけど、トカゲ肉一つ食らっておきましょう。よいしょと。結 結構ね、腹持ちいいんだよな。そしたらば、さっきの要領でナイフを取り出します。うん、よく切れるナイフ。これをね、ここにあてがって1時間。結構時間かかるな。しかも、皮取れた。皮はね、邪魔なので外にやろうか。舐めしておかなきゃいけないんだけど。30分。よいしょ、よいしょ。うわぁ、これで結構暑さ耐えられないかもしれないな。どんどん行くんだけど、 あっという間に8時ぐらいになっちゃうな。はい。腐った何かはゲットしておきましょう。そして骨はね、外に出しておきましょう。よいしょと。そして燻製肉、サクッとしておきたいんですけども、この中ね、入れられるだけ入れておいて、あとは燻製にするのはやっぱりこれか。ね、これですね。よいしょと。かまどですね。かまどに入れておきます。二つ入れておく。 うん。やっぱり入んない現象がね、あるんですね。2個入んないか。まあ、いいか。ね。そしたらサクッとね、火をつける。ここら辺はいつも通りですね。よいしょと。はい。これで大丈夫だと思いますね。そしたらば、暑さがあるんだけど、この勢いで入り江に行っちゃうっていうことで行きましょうか。ね。外に出て、あとは、えっ、ー、と、イノシシだ。イノシシも危ない。ね。 えっと、明日の朝、多分解体した方がいいですね。で、アレンピック持っていきましょう。これ重いと思いきや、そこまで重くないのね。うん。で、腐った系なんですけど、ここにね、ちょっと入れておくっていう感じで設置しとこうか。再設定しなくても大丈夫ですね。やっぱり腐ってるんだろうな。うん。そして、こう入れておくでしょ。で、アレンピックは持っていくよね。まあ、結局、 どうしようかな殻も持っていこうかな実際はね、この壺ね、持ってった方がいいですよって言われてんだよな。これちょっと持っていきますか一つ持っていきたいなと思います。で、これね、結局注ぐのが必要だから、ココナッツの殻ね、空いてる状態だから意味ないから持ってっちゃいましょう。うん。それでは外に出ます。そして、持てるだけ持てるようにということで、さっき取った木材、持てないな。 モテ <laughs> 持てない。いや、待てよ。この中入れておけば持てるかな。ココナッツの殻を入れておくでしょ。で、えー、っと、木をこうやって、こちらに入れてみるか。よいしょと。どんだけ入るよいしょと。うん。入りましたね。これであと1個ぐらい持ってける持ってけないか。よし、これでいいや。ね。そしたらば、入りにレッツゴーですね。さあ、新展が出てくるかな。そして、このアレンピックをね、設置します。ほい。 そして、まだまだね、アレンピックとか作りたいよねと。塩ンドできましたね。ここに塩ンドできている。だからこれね、こすってもいいんだけど、まだね、えっ、ー、と、海に浸しておきましょうか。これでね、どんどん塩を取っていきたいなと思います。あとはこっちに置いておくでしょ。で、水ですけども、さっき言った要領で、ここにね、置いておきます。うん。そして、えっ、ー、と、このアレンピックですけども、一気にさ、海岸でこれできんのかな例えばこれ、 どうなんだろうもう一回ね、外して、これ入れられる入れられないか。ってことで、我々はさっき持ってきたものを活用していきましょう。フル活用ですね。ここに置いておく。で、ココナッツのね、これ、殻です。よいしょと。はい。これね、組むこと自体は時間がね、かからなそうですね。33%入ってるっていうか、いや、違うな。もうすでに海水100%入ってんじゃん。ね。 で、このままにしておけば、さらに、海水っていうか、塩がね、手に入るかもしれないんで、このままにしておきましょうか。ちなみに、網かごにもさ、ココナッツの殻があるんだけど、これどうしようかな。台風があった時に吹き飛んじゃうから、これ、これで置いておくか。ね、そうしましょう。そして、水飲みましょう。こっから飲むようにしていきたいなと思いますね。そして67、67%でしょ。これをこう設置するんだよね。うん。そして、 こうやって少し燃料入れて後で止めればいいと思うんだけど。で、ここで火起こししてみようか。試しにちょっとやってみましょう。えっ、ー、と、火起こしはこれでやる。30分かかるからちょっと注意が必要です。そして椅子ですね。ここに椅子を設置するセンスもいいかもしれないけど、ここにはもう一つかまどを設置したいなと思うんで、こうしておきましょうか。石内。あれ石 ここら辺にあったと思うんだけど、ないか。そうか、そうか。一旦これ入れておくか。ってことは、アレンピックももう一つ必要だよな。ここにアレンピックね、ゲットしておきましょう。えー、っと、どこだっけアレンピックとしては、これか。うん。待てよ。向こうでさ、作っちゃってんのか。いかんいかん。ちょっと忘れちゃいけないね。向こうで作って持ってくるとめんどくさ。こっちで作ればよかったけど。まあいいか。ね。 そして、海水はこちらに置いておく。火起こしもここに置いておく。で、灼熱すぎますので、ここで水浴びしておきますね。ダイビングしておくと、こうやってね、食料も取れるので、ここに置いておきましょう。ちょっと休む必要がありそうだ。食料、お腹空いてるな。少し砂で遊んでエンターテインメントですね。 よいしょと、30分は長いな。<laughs> まあでも結構ね、エンターテイメント充実したんでいいでしょう。ちなみにこれは枝いける枝いけそうだよな。ここでさ、いろいろできると嬉しいっちゃ嬉しいんだよな。さあ、そしたらば石を持ってきましょうか。石最大でどんぐらい必要なんだっけ焚き火じゃないですね。こちらですね。4つ必要だと言ってるから、4つ持ってきますか。ね、そうしましょう。 さあ、そしたら10時半ですけども、食料も食べなきゃいけないんで、15分でサクッとこっちに戻っておきます。そしたらば、石ですね。尖った石ではなくて、ここら辺にある石。4つね、持っていきましょう。そして食料もすかさず必要ですので、はい、チンとなりましたね。あれからだいぶ時間経ったかな。今、燻製状態にしていくよということなので、黙っておきましょうか。 で、お肉先食べた方がいいから、これトカゲ肉をまた食べる。さすがに食べ飽きそうなんだけど。で、イノシシ40%ですね。怖いな。よいしょと入れておきましょう。ガンガン入れておく。あ、こっちのこれ食べとけばよかった。そしたらさ、燻製するまでの時間稼げた気がしますよね。ま、あいいか。ね。こうしておきましょう。そして、あとは、紐関係向こう側で必要だっけ 確かなんか繊維コード必要そうだからこれ持っていきましょうかね。ガンガン持ってけるものは持っていくといったスタンスですね。そしてアレンピック、ここで作ろうとしているんだよね。塩が必要だからもうちょっと我慢が必要だ。あとは壺が必要ですね。うん。これ持っていくか。この壺を向こう側に持っていきましょう。ね。そうしましょう。そしてそれ以上持っていくもの何かあれば持っていきたいんですけども。っていうかね、 川を舐めした方がいいな。それは夜にしとこうかな。ね、夜ね、向こうに行くのはかなり怖いですからね。さあ、こちらに来ました。このね、腐った残骸いらないな。ね、もうちょっとここに置いとこうかな。で、こうして15分で作っておきましょう。ファイヤーキャンプですね。で、水ですけども蒸発しちゃうんだけど、ここに置いておきましょう。ほい。 そして燃料なんかも忘れずに置いておきたいので、コーンと。こういう感じかな。はい、カモメ来ました。お肉ですね。100%取れると思うんで、ゲットしておきましょうか。よかった。うん。そして引き続きね、お肉欲しいんで、ここでコードが必要ですね。で、枝が3つ必要だから、こういう風にしてやればいいね。よしよしよし。ここもね、だんだん拠点化されてる。これさ、キャンセルできないのかな崩せないですね。うん。そしたらばこうして、1時間30分。 結構時間がかかります。で、これを設置する。配備するですね。おっと、これにさ、腐ったの入れちゃえばいいじゃんということで。奇跡起きた。あ、起きてない。そんなうまいことはいかない。後で魚が入ってるか確認すればいい。罠を取る。罠を取る。どういうことあ、ただこういうことか。うん。設置して、餌入れる必要ないのかな入れる必要あるよね。この腐ったの入れたいけど、さすがに、腐ったのはダメですよということかな。そしたら、体サクッと洗っておきましょうか。 うん。そして、我々としては海水がありますよ。まだこれちょっと塩削るほどある感じもしないですよね。少しエンターテイメント必要ですのでやっておきましょう。何分ね、減るんだよ。エンターテイメントがね、かなり減っているぞっていう感じがします。そして、アレンピックですけども、100%になってますね。 これ大事ね。これを飲むということですね。もう一杯飲んでおきましょうか。なぜならばガンガンね、溜まるから。そして海水をすかさず入れて100%に戻しておきましょう。ほう。これアレンピック2つあればかなり幸せなんじゃないの設置、再設置ですね。そしてココナッツで海水をゲットする。わ、いい循環が生まれてきた。ね。 そしたらば15時ですので、いい加減戻りましょうか。そうしましょうか。一回ちょっと探索してみていいなんかないかなおー、普通の木か。これあんまり必要ないな。そしたらば繊維コードなんかは網かごに入れといて、これもね、ちょっと網かご入れたいけど、さすがに無理か。へぇー。そしたらこっち入れとくか。ね、木材なくなっちゃうとほんと嫌なので。ね。あと巻貝も念のため入れておきましょうか。食料ですね。 そして、ジャングルに戻ります。はい。カモメがコクコクとね、腐っているんですけども、こちらに戻って、あ、ここ海水入れときゃよかった。ね、そうですよね。その前にチンとなりました。これですね、一式。はい。そしたらば、またお肉を食らうということでいいかな。 ほいとお肉を食らっておきます。カモメのね、死体そろそろやばいですね。そしてトカゲ肉チーンとなったんで2、二つもう全部取っとこうか。ね、全部取っときましょう。これはそこまで腐らないからね。そしたらばこれね、思い切って外出しちゃってもいいですね。さあ、そしたらばこれ入れておくでしょう。カモメの死体最後さばいっちゃおうかな。ね、その方が良さそうだ。ナイフということで、よいしょと30分ですね。羽毛取れた。何気に嬉しい。 で、鳥の骨はそこまで嬉しくない。こっちに入れとこうかな。で、鳥肉ありますせということで、ちょうどここにはめておくということで、全部燻製にできますね。よし。いい循環サイクルになりました。あとは研究か。ね、何気に忘れちゃいけない研究をしておきましょう。さあ、今回の研究としては、木の笛やっとこうかな。ね、こうしておきましょう。ということで、今回はここまでにしたいと思います。なかなかね、順調ですよね。 続きは見たいと思う方いらっしゃったらぜひいいねボタンでお知らせくださいまたねチャンネル登録よろしくお願いします熱いなそれでは <music> Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty.